トイ・マンチェスター・テリアとは、イギリスのイングランド原産のテリア犬種である。マンチェスター・テリアの小型版で、別名は、イングリッシュ・ブラック・アンド・タントイ・テリア。19世紀にマンチェスター・テリアを小型化して作られた。ただ単に小型化しただけでなく、耳が立ち、より瞬速になるように改良が行われた。作出目的はただ愛眼犬として飼育するためでは、なく、 ギャンブル絡みのネズミ殺しゲームに使うための大穴として使うためであった。ひ弱に見せつつも、狩猟能力は高く、マンチェスターテリアに負けを取らない記録を打ち立てて徐々に人気を得ていった。有名なものは3時間で300匹のネズミを殺した体重 2kg のタイニーゴーや100匹のネズミを13秒6で全滅させたビリーゴーなどがいる。ネズミ殺しゲームの衰退後は、 ネズミも枯れる愛眼犬として人気を博すのだが、ブーム時に行われた卵繁殖と極端な小型化、体重制限により健康に害が出始め、19世紀後半には人気が落ち絶滅の危機に瀕した。その後愛好家によって、対抗、体重の制限が緩和され、安定したイノシツの確保が行われて、再び人気を取り戻すことに成功した。 戦後は諸外国にも輸出されてブリーディングが行われ各地でもペットとして人気の犬種となっていった日本国内でもブリーディングが行われていて15から25万円程度の値段で販売も行われている日本でも密かな人気があり2009年度の国内登録等数順位は136位中59位とかなり高順位であった マンチェスターテリアと同じく引き締まった流線型のボーディで、マズル、首、足、胴、尾が長い。ただし、耳の形は、それとは異なり、ろうそく耳で直立している。尾はサーベル型のタレオで、飾り毛はない。コートは、滑らかなスムースコートで、毛色は、ブラックタンカ、ブラックマホガニー。 体高25から30センチメートル、体重2.7から3.6キログラムの小型犬で、性格は好奇心旺盛で明るく優しい。マンチェスターテリアほどではないが、狩猟本能も残されているため、ネズミなどを見せないように注意すべきである。運動量はやや少なめで、初心者にも飼育しやすい犬種である。ありがとうございます。